様こんにちは。脳神経内科医の長谷川です。本日はですね、めまいについてお話をしたいと思います。皆さん、めまいって経験されたことはありますかね。実はめまいもですね、頭痛やお腹が痛いっていうのと違ってあまり経験したことがない。だから皆さん、めまいを感じるとですね、すぐ病院受診されるんですね。ですから、実は私もですね、地域の基幹病院に勤めていた時は、なぜか皆さん月曜日にすごい受診されるんですよ。で、めまいがっていう方がもう初診でもう10人以上の方が、来られてですね、僕は実は年間に1000人以上のめまいの患者さんを見ていただのかなっていうぐらい、実はめまいを見るのは とても得意なんです。で、大体皆さんがめまいを起こる時のパターンって決まっていて、一つはですね、例えば夜寝ていて、トイレに行こうとした時にめまいがした、もしくは朝起きて起き上がった時にめまいがした、あとはですね、首の動き、ちょっと上を向いたり後ろを向いたりした時にめまいが起きた、大体そういった時にめまいが起きることがあるんですね。で、じゃあ何かに受診をすればいいのかっていうのはですね、実は症状によって分けられます。実は、その症状によって耳鼻科にかかるか、我々脳神経内科にかかるかになります。で、その時のポイントはですね、まあ、めまいの話を聞いた時に、そのお医者さんがちゃんとめまいのこと分かってるかなというのは、実は質問である程度分かる。めまいありますよね、どうですか、その時耳鳴りがしたりとか、耳がボーンとしたりだとかですね、耳が聞こえにくいってことはないですかってことを聞かれたら、そのお医者さんはちゃんと耳のこと、めまいのことを分かってると思ってください。だからその時に、例えば耳がポーンとしていたりだとか、こうトントントンとやると耳が聞こえが悪かったりする時は、実は耳鼻科疾患であることが多いんですね。で、実は専門外の先生にかかると、みんなメニエール病です、メニエール病ですって言うんですけど、実は専門外の先生がメニエール病と言ったらですね、9割以上間違ってます。メニエール病というのは回転性のめまい、周りがぐる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 するようなめまいで、必ず耳が聞こえにくいだとか、耳鳴りだとか、そういった耳の症状を伴うのが、メニエール病になりますので、まあ、そういった症状があれば逆にこれは耳鼻科にかかってください。で、そういった症状がなくて、逆にこうふわふわするような、回転性というよりふわふわするような場合は、我々脳神経内科になります。これはなぜ起こるかというとですね、人間の頭に行く 血流血管というのは4本あるんです。で、そのうちの後ろの2本というのはですね、首の骨に通ってるんですね。だから、年をとって首の変形があったり、要するに起き上がったり首の動きがあった時にふわっとするのが、いわゆる神経内科、脳神経内科医が言うめまいになるんですね。ですから大部分はこの耳鼻科領域のそのメニエール病および脳の血管に伴うものになります。ただ、そういっためまい以外にもですね、こう例えば舌がうまく回らないだとか、すごい頭が痛いだとか、手なんか動きが悪いっていうような場合は、これは逆に緊急性のあるめまいになります。これは脳梗塞や脳出血などのことがありますので、もうこれは耳鼻科や脳神経内科って考える以前に、とにかく救急車で受診をしてください。で、大方はですね、このメニエールだとか、まあ、首の動きに伴うめまいであるわけなんですが、一応それ以外も、考えないといけない。で、一つは例えば貧血ですね。めまいは何だろうっていろいろ検査していたら、実はすごいひどい貧血があったっていうのも、めまいの原因になっていきます。で、実は若い方なんかでですね、めまいで受診された方がもう耳、もう耳鼻科もチェックしたけど何も異常がない。で、我々脳神経内科医が頭の CT や MRI や MRA といった血管まで見ても何にも異常がないって方結構いるんです。で、その時に結構あるのが肩こりです。もうそうなって、もうとにかく僕は逆にもう耳鼻科的にも脳神経内科的にも異常がなかったら、そういう肩こり等でもめまいが起きますから、まあ様子を見てくださいっていうこともありますので、まあ皆さんも、もうどうしてもめまい、この不発期間が取れない時は、実はもう単純に肩こりぐらいが原因でも起こりうるんだと思って、もうそうだったら一回こう気を休ませていただいてもいいんではないかと思います。で、一般的にまあ
めまいっていうのはですね、起こると、点滴で治療したり飲み薬で治療するんですが、どれだけ治療してもですね、こう点滴したらもう100あった症状がすぐゼロになるってことはないです。1週間ぐらいかけて徐々に良くなるような治り方をするということを知っておいてください。であとはもうまためまいって発作をできたら起こしたくないもんですから、その場合には注意するのは、できるだけ日常生活は、基本的な生活をきちっと正しい生活をする。あともう一個はですね、首の動きで誘発されることがすごく多いもんですから、突然起き上がるとか急に上を向くだとか、もう逆に言うと先生こうやって首を回すとめまいがするんですっていう人がいるんですけど、そういう首の回し方はしないでくださいっていうことをよく言います。あと針だとかマッサージはかかっていいですかっていうのはよく言われるんですが、基本的に何してもらってもいいんですが、カイロプラクティックって首をゴキ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 ってやるのがあるんですけど、めまい発作の経験がある方は、カイロプラクティックだけは僕はちょっと避けてもらうようにしています。実はそのゴキ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 で、めまいが誘発される患者さんが結構いらっしゃいますので、我々はあれはやめてくださいってことはあまり言わないんですが、カイロプラクティックだけは、特にめまいの希望がある方は避けられた方がいいかと思います。以上でですね、めまいについてお話をしたんですが、より詳しいことは、YouTube に、ついております、ブログのアドレスがありますので、その方、そちらもまたご参照いただければありがたいと思います。